黒木春は、日本の女優。本名、同じ。大阪府高槻市出身。京都造形芸術大学芸術学部、映画学科俳優コース卒業。パパドゥ所属。幼い頃より母に連れられて、映画や芝居を見て育ち、兄弟やいとこと一緒に、地域の児童劇団に参加し、演技を褒められたことをきっかけに演技が好きになる。全国大会で、 優勝実績もある演劇の名門、オッテモン学院高等学校に進学して演劇部に所属し、演劇部のエースとして1年次から3年間主役を務めていた。女優を志して卒業後は、映画制作や演劇を学べる大学への進学を希望し、自宅から通える、京都造形芸術大学芸術学部、映画学科俳優コースに進学。 林海し会長、あずらに指示して演技を学ぶ。学内制作の作品にキャスティングの声がなかなかかからなかったことから、大学在学中の2009年12月に野田秀樹演劇ワークショップに大阪に参加。翌2010年にはオーディションに合格して6月の野田、マップ公演、ザキャラクターにアンサンブルとして初舞台に立ってデビューし、 さらに同年9月の野田マップ番外公演、表に出ろい。で1155人が応募した娘役オーディションを経て、野田秀樹、中村勘三郎との3人芝居で、ヒロインの娘役として舞台に立った。翌2011年には野田マップ公演、南へ、阿佐ヶ谷スパイダース公演、荒野に立つ、荷川幸雪を演出、ああ、荒野などの舞台作品に出演し、 演劇界の期待の新人として注目を浴びる。2011年には映像作品に進出し、東京オアシスにメインキャストとして映画に初出演。2012年には狼子供の雨と雪で声優にも初挑戦。2012年度後期の NHK 連続テレビ小説、純と愛にかな演じるヒロインの同期者意味役で、 出演して、テレビドラマ初出演を果たし、表向きはニューアーだが実は、陰険という腹黒いキャラクターを演じてその高い演技力が評判となり、知名度を高める。翌2013年には連続テレビ小説、ジュンとアイ、リーガルハイ第2シリーズなどのテレビドラマで、レギュラー出演し、映画でも初主演した、シャニダールの花や、船を編むでの演技が評価され、 キネマ旬報ベスト10や日本アカデミー賞、ブルーリーボニ賞など日本の主要映画賞で計7つの新人賞を受賞した。2014年にはオーディションを経て、小さいおうちで山田洋次監督作品に初出演し、同作での演技により、第64回ベルリン国際映画祭、最優秀女優賞を受賞。日本の女優では、佐々ち子、田中絹代、 寺島忍に次いで史上4人目であり、23歳での受賞は日本人最年少となる。映画祭の総評では演技力は群を抜いていた。と評された。銀熊賞受賞に際しては内閣官房長官の菅義偉でも祝意を示した。同作では第38回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞も受賞。また、 その年最も活躍し、将来の活躍が期待できる俳優に贈られる、エランドール賞新人賞も受賞した。2015年2月28日公開の、幕が上がるでは黒木が、高校、大学と演劇に没頭し、舞台役者として、プロのキャリアをスタートしたことから、演劇部のコモニ役としてキャスティングされた。作品中では弱小演劇部の運命を一転させる。 重要な役回りを演じており、映画評論家の清水節らが、その存在感を高く評価している。同年4月期の TBS テレビ60周年特別企画、天皇の料理版での公演が話題及び東京、ドラマーオード2015にて、主演女優賞を受賞。同年12月12日公開の、母と暮らせ場で、第39回日本アカデミー賞。 最優秀女演女優賞を受賞して、前年に続いての、連覇となった。2年連続の最優秀女演女優賞受賞は、第32、33回に連続受賞した、よきみこ以来6年ぶり、史上2人目の快挙である。2016年3月公開の、リップバウンウィンクルの花嫁で、映画単独初主演を務め、同年4月期の、重版歴。 で連続ドラマに初主演。同年秋には第29回東京国際映画祭のフェスティバルミューズを務める。名前は花と書いて春と読み春のように華やかに生きてほしいとの思いを込めて名付けられた。人物像として派手さのないどちらかといえば地味な顔立ちや温かみや素朴さを感じる和風美人の佇まい。 真が強く意志を貫くまっすぐさ、人間としての器量の大きさを感じさせるような、日にから、しばしば、昭和的、純日本的なイメージであると評される。映画、リップバンウィンクルの花嫁の監督を務めた、岩井俊二は、民族的な風貌の役者が台頭するハリウッドの、傾向を引き合いに、黒木はむしろ、最も現代的であり、 平成の最先端女優であると評している。岩井は CM の演出を手掛けた際に黒木を表して文学的な香りがする女優とも語っている。大阪出身でかなりのお笑い好き。第23回東京スポーツ映画大賞の受賞式では千鳥やテンダラーのファンだと明かしている。NHK 朝一にゲスト出演した際には バナナマンの大ファンであると明かし、いつもは物静かでキャピキャピではない黒木が、バナナマンの前では、キャーとなると、マネージャーも語っている。気になる、若手芸人としては、金属バットをあげている。小学6年生の時、探偵、ナイトスクープに依頼者として出演したことがある。ありがとうございます。